はい、こんにちは、たけむちゃんの春99です。今回ですね、2022年ももう終わりに、ね、近づいてきましたので、振り返り企画ということで、2020年上期の振り返りで要チェックゲームね、6選をお届けしたいというふうに思います。で、今回ね、上期となっておりますので、私がですね、プレイできたゲームの中から1月から6月のね、上期の期間でこれはというゲームをですね、毎月ね、1個ね、ピックアップしてご紹介していきたいというふうに思います。まず1月、こちらですね、It's Wonderful Kingdom ですね。いや、1月から始まってですね、もう正月早々あたりからプレイし始めですね、上期ね、かなりプレイしましたね。こちらがですね、このゲーム、It's Wonderful Kingdom ですね。もうね、何度もご紹介しておりますけども、これ2人でプレイできるドラフトゲームということになってますね。中央のボードを挟んでプレイヤーが対峙していって、お互いにカードをドラフトしていきながら手元を構築していきましょうと、まあ、こういうことになってるんですね。いや、じゃあ、いや、二人でドラフトってどないすんねんということですけども、この中央のボードのところに、片方は自分側、片方は相手側、などといったようにですね、どちらかに、あるいは片方に寄せてカードを配置していき、そして相手側のプレイヤーは、どちらかの側をカードをガバッと引き取ると、こうなってるんですね。なので、時折裏返しにも置けるもんだから、こんなとんでもない呪い系みたいなね、減点カードもあるし、自分に都合のいいカードもあるし、とこういうことになってるんですね。2人用でですね、プレイできるドラフトゲームもそこそこ出てきましたけども、やっぱりこれがですね、よくできてるんじゃないのかなということを思いましたのでね、これ最近プレイですね、聞かなくなってきてますけども、こちらはですね、ドラフトゲームの2人用としてですね、今一度ね、ピックアップしていただきたいですね。で、こちら、いくつワンダフルキングダムですね。もちろんソロモードもあります。それから2人用です。プレイ時間は45分から60分。BG レートは 7.5。ランキングは1340となってました。ちょっと残念なのはですね、これ味変するためのですね、まあ、モードがいくつか入っているんですけども、キックスターターでね、入ってたやつがですね、そちらにまだ入ってないし、市販もされてないんですね。そちらのタレがですね、また新しくね、拡張の形で出てくると、プレイする人も増えると思いますし、私もプレイしたいなというゲームではありますね。さあ、2月なんですけど、2月ね、非常に困りましてですね、ブライアンボールね、これケンビルさん今度ね、日本語版出す発表しましたけどね、これね、トリックテイキングしながらエリアマジョリティで取るって、このゲームも良かったですし、でテラミスカもね、上木ちょいちょいやってたんですね。で、これ承認拡張やりたかったので、これまあいいですよね。で、アンフォーザママルですよね。これね、こちらのところね、テーマを返してきて、クトゥルーになって、正体陰徳系でね、裏切り者がいるってゲームね、まあこれも全部良かったわけなんですけども、いやー、ピックアップするですね、今ならこれかなということですね。こちらですね、ドラキュラズフィストですね、まあ、ドラキュラの宴会とね、言うべきようなゲームですけども、まあこのね、ゆるいやつをですね、ご紹介しておきたいと思いますが、こちらですね、いわゆるですね、正体陰徳系のゲームになってますね。なんで、この様々なですね、この自分のね、立場、ドラキュラだったりね、狼男だったりね、まあ、そのようなゾンビだったりいろんなものあるわけですけども、これをですね、みんなで何を持ってるかって当てていきましょうと、こういうことなんですね。なんで、これ様々なですね、今回こういう職業出てきますよみたいなことが書かれてあるカードをですね、それぞれのですね、プレイヤーのところにこのね、相手のね、この対応するカードが入ってますんで、これごと渡されていて、あ、俺はヴァンパイアだか、俺はゾンビだっていうことをお互い自分の秘密にして相手のを当てていこうと。ただし、これ議論やなんかは全く不要でですね、自分の手番になったら他のプレイヤーにイエスかノーで答えられるように質問してもらって、まあ、その回答を密かにもらったりして推論を進めていくと、こういうことなんですね。ただし、こちらの特殊能力がワンサーかあるので、俺何でもかんでもイエスって答えるよとか、俺全部ノーなんだもんとかね、まあ、こういうことが出てきたりするので、そうそう簡単には当てられないと、こうなってるんですね。なんだけど、これめちゃくちゃ早く分かるんですね。10分15分で分かっちまうってことがあるんで、もう 2,3 周したら、あ、分かってきたわって、こうなるっていう、急速に縮んでいく、議論がないので、正体陰徳系であってもギスギスしない、誰でも楽しめるっていうですね、非常に面白い作品になってました。これ実は入手難だったんですが、先ほども出てきましたケンビルさんですね、こちらですね、ドラゴンズフィストニューブラッドですね、こちらの方をですね、2023年には日本語版で出すということをアナウンスされていましたので、ね、今ね、これ取り上げるいいチャンスじゃないかと思いました。これ非常にいいですね、短期間でピッとプレイできる正体陰徳系ということでピックアップいたしました。でこちらですね、ドラキュラズフィストですね、プレイ人数は4から8、多い方が楽しいです。プレイ時間が5分から15分、ビジレートン 6.8、 ランキングは4652位でございました。
さあお次こちらですね、ユグドラサスですね。いや3月ね、これがねやっぱりバシッときましたね。まあ、今年はですね、私何度かプレイしておるんですけども、まあ、この広大なね地球の、ね、全世界のところに自分のところにですね、まあ、ベースをね用意していて、あっちゃこっちゃのところに怪獣が出てきているので、陸上自衛隊でパワー1で攻撃しろとかね、空自で4で攻撃しろみたいなことが設定されているので、そこら辺中に行くと。そしてプレイヤーたちがアクション終わったら、まあ、この怪獣ね邪魔くさいんですけどもね、じゃんじゃかじゃんだか攻撃してくると。ただしどこでも行けるわけでなくて、怪獣の成長形態に応じて攻撃される場所が決まると。あ、これ青のプレイヤーさん、大きいのどこにと、私たちゆっくり行きますよみたいな、こんなことをねしながら行くと、こうなってるわけなんですね。そしてこれまたね、巨大なゲームというゆえんでありまして、まあもうね、これガムのねこの耐えられガムね、あれぐらいのサイズのところに、まあぎっしりこの特殊能力が書かれたっていうね、このカード強いんですよね、いうのもまあたくさん出てきますし、まあ個人ボードの方のパラメーターもどんだけやるんじゃこれはみたいなことになっていて、相当この辺の情報からこら無理だと思ってらっしゃる方多いとまたね思うんですよね。ただ実際プレイできるのは、なんだこれは的な、これね、このタイル、この2つが1個になってるわけですけども、陸海空施設全部、あるいはこの連合の連みたいなね、国連なんですけど、いうようなタイルがあり、ここにこの矢印1個置くだけなのね。これピッピッって置いて終わったら、じゃあ例えばここに置いて終わったら、空自をやつをやって成長するのをやるとかね、陸上をやって施設を建てると、こんなしかできないんですよ。なんでこの中の2つをアクションする、どうしても1個しかできなかったら外出ししてもいいんですけども、これだけしかできないんですね。これを数手番やったらもうゲーム終わっていくわけなんですね。何度あんなにたくさんあるのに、これ選ぶのはこれだけかと、こうなっていて、これをうまくやりながら、陸海空、そして自分の施設、そして国連とかをうまく使っていって、怪獣と対峙していくと。まあ怪獣ひどい目に遭うこともありますけども、全然怪獣の対峙なんかもう無視しきってですね、難民ばっかり助けてもよし、怪獣をじゃんじゃん倒すもよしという、非常に幅広いプレイができて、私今年結構な数そこそこやったと思うんですけども、いや毎回非常に面白かったですね。こちらユグドラサスはですね、プリンズが2人から4人、プレイ時間が240分から1440分になってるんですけどね、これ良くなかったと思うんですよね。これね、さすがに煽りすぎですね。3人でプレイしたら4時間かかんないと思いますね。3時間から4時間の間では終わりますんで、180分から240分あれば終わるんじゃないかなというふうに思います。初めてプレイするときはお二人でプレイすればいいと思います。2時間半ぐらいだったら終わります。なんで1440って書いたのはですね、あんま良くなかったんじゃないかなというふうに個人的には思いますね。まあ、半日用意すればたっぷり楽しめますし、繰り返せばどんどん早くプレイできるようになるという魅力的な作品でございました。 BG レートは 7.7、 ランキングはございませんでした。さあお次ですね、4月ですね。4月もね、まあ困ったんですね。こちらね、アルナックのね、私拡張が届いたわけですよ、英語版のね。まあ、散々やってましたよね。こちらメドウですよね。これに、ね、縦とね横のところがね、どうやってうまく差し込むかってね、このどうやってカードをうまく構築するかとかね、非常に面白かったですし、これね、もう何度も言ってますね、タペストリーもね、もうこの頃からもう繰り返しやってるわけですね。あ、この後の後半になってきたらですね、第二拡張も手に入ってくるので、タペストリーも本当に繰り返しプレイしたんですけども、まあタペストリーとかある中でも今更ピックアップするわけでもないので、もうね名作ですからね。ちょっと置いておいて、こちらですね、ガジラですね。また怪獣界ということね、あろうかと思いますけども、いやこれも良かったんですね。いわゆるですね、怪獣オンジアースのシリーズでありながら、こちらですね、これ一人がゴジラ、まあね、そりゃそうですよね、なっていて、残りはですね、このね、関東地方のとりあえず知事なんですね。で、この知事のところですね、このゴジラの非対称型のですね、対戦ゲームになっていて、知事の皆さんはですね、このね、それぞれね、この避難してくるね、人々をですね、助けなきゃいけないということで、そこにですね、避難経路を作っていて、脱出させていくと。ゴジラですね、数日かけですね、もう関東旅行して帰ってきますんでね、そちらの間ですね、もう名所はぶっ壊すだけぶっ壊すしですね、もう人はね、焼くだけ焼けばいいって、こうなってる、こうゲームですね。なのでですね、非常にゴジラはあちこち行くわけですけども、各知事たちはですね、出てくるってね、こうしたですね、避難が必要な人たちをですね、逃がすためのこの通路を作っていくと。ここのところですね、いくらでもできるわけではなくてですね、この知事たちのところのですね、考えるところではこの砂時計の協力できる時間が設定されていると。この時間の中でうまく経路やなんかを合意していきましょうと、こうなってたわけなんですね。
や、これ非常にいいと思います。その時もうちはありましたけども、大体ですね、できること限られていくので、まあ、その中でですね、こういう経路で行こうとかですね、ここは助けよう。いや、ゴジラはこういう風に違いない。ゴジラ実はね、これ、ね、足跡を置いてますけど、まあ、非常に丁寧なことにですね、移動経路を予告するわけです、必ずね。この辺に行きますせとか言ってあるので、じゃあ、ゴジラこうしか来れないからこっち逃げようと。まあ、放射能をぶっ放すかもしれないけど、最悪ここは回避できるよね、みたいなことが言えるわけなんですね。で、ゴジラももちろん万能ではありませんでして、サイコロ振っちゃうんですよ、これね。もうサイコロ振るからカスカスの時は何にもできないっていうね、何やらぬいぐるみ会なんて言われたりっていうことがあるっていう、この非対称型のですね、対戦ゲーム、ゴジラ対ですね、この関東地方の知事たちっていうのも、めちゃくちゃ面白いですね。残念なことにですね、この収録時点では品切れになってるようで、新しく買うのはですね、若干難しいような感じになっておりますが、これですね、この怪獣シリーズの中でちょっとやっぱ異色の作品なんですけども、非常にいいんじゃないかなと思いますね。見かけたらね、ボードゲームカフェさんやながら結構入ってるような気がしますんで、ぜひですね、一度プレイしてみてですね、再販してほしいななんていうね、声を上げていただければな、とかいうふうに思いますね。こちらゴジラはですね、非対称型になってますね。残念ソロはできません。2人から5人用ですね、プレイ時間50分が70分となっておりました。いや、これも良かったですね。さあ、次5月ですね。5月はね、やっぱピンときました。こちらですね、ファーストラットですね。これね、結局ペガサスシピールなんですけどね、日本語版で全然出ませんでしたね。これね、コアミキで結構良かったんですけどね。これどんなゲームかと言いますとですね、まあこうですね、まあ、ネズミがですね、宇宙に行きましょうと、こういうですね、まあ元ネタ確か小説か漫画かあったと思うんですけども、まあそれを叶えようということになっていて、この地下からですね、まあいろんなまあゴミっぽいもんですよね。要はどんどんこれを拾っていって、まあ宇宙に行けるですね、ロケットを作ろうなんていうね、まあスゴロク型になってるんですね。だこんな風にですね、各ネズミがどんどん進んでいくと、こういうことなんですが、これ自分のネズミ複数あるわけですね。で、複数いっぺんに進もうとすると同じ色のマスで止まらなくちゃいけないとかね。で、単独で進めると、まあ、自由に進めてですね、少し遠くまで行けると、こうなってるんですね。だけど、まあ、まとめてなるべく進めてですね、この止まったところね、このアイテムなんかガンガンもらえますんで、こうしたやつをもらっていってパワーアップしたいと。ただパワーアップもしちゃうとですね、キュッて戻されてあるなんてことがあって、これ進みたいんじゃないの、戻りたいのみたいなことがあって、これ非常に悩ましいんですね。で、なんでそういうことが起きるかっていうと、実はこれパワーアップしていくとこういうショートカットが使えるのでね、ショートカットかよおいみたいな、あるいはこのロケットを作るための投資とかができたりするので、そこでポイントを稼げる。そしてなんだかよくわからない、この下ね、この下もぐるぐる回ることによって新しいパワーアップ要素とか、要はたくさん動けるとかね、まあ、そういったものをもらえて得点にもなると。なんでこの上の登っていくところ、これも何もありませんね。こうぐる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 回ってですね、パワーアップするっていうところ両方あるんだけども、できることはこれ一人の自分のネズミだけ動かすんだったらかなりの歩数までいける、複数動かすんだったらそれ少し制限はあるんだけど、同じ色さえ止まればいいっていう、どれだけいっぺんにこれ上げていくかっていうところで、これロケットも乗っちゃってますからね、自分のネズミをロケットのところまで送り込んでいくっていう、スゴロクのようでサイコロ振るわけではない、挑む歩数は自分で決めることができる、そして何を優先できるかは場面に応じて考えてねっていう、まあ、中量級のですね、重すぎないっていうあたりをうまくですね再現したゲームになっておりましたね。こちらファーストラットですね、プレインズ1人から5人、プレイ時間30分が75分、まさに中量級の非常にいいところだと思います。ビジレート 7.6、 ランキングは1711位となってました。これは日本語版出てもいいんじゃないですかね。ぜひね、確かですね、バネッソさんのところで時折入荷しているゲームだったりするのでですね、そちらの方を見かけたら手を出してみるのも悪くないというふうに思いますね。さあ、ラストでございますね。6月ですね、カベルナとかプレイしてまして、ちなみに私ですね、6月にカベルナプレイして、これはまた久しぶり面白いなというふうに思って、この前にまあちょっとやってたんですけども、これですね、収録してるのはですね、もう12月現在ですけど、実はずっとやってます。あんまりですね、レポートしてませんけど、カベルナはずっとやっていて、最近ではですね、BGA にも入りましたんで、BGA でも複数カベルナずっと回していて、最近カベルナ大好きっ子になってますね。いや、これも本当に面白いゲームだとしますし、まあ当たり前ですけど、あるなんかもずーっとやってるんですね。もう毎月やっておりましたね。で、こちらですね。マッシマのダークネスの2ですね、まあ、これもめちゃくちゃ面白いわかったわけですね。で、こちらチケライメルクリンね、まあ、こうしたゲームをやっておったりするわけなんですけども、まあ、6月で今ねピックアップしたいというゲームってやっぱこちらですね、ブーンレイクですよね。最近ねなんかちょっとねプレイレポートに効かないなというふうに思うわけですけども、このプフィサさんのねこの作品やっぱ面白いと思うんですね。このブーンレイク地方を開発していきましょうということになっていて、これね1,2,3,4って4つの区画が川とかに区切られているので、その区画ごとにですね、まあ、うまく開発していくと。
でそこのところはですね、こういったタイルを置いていくことによってですね、人も配置できるようになったり、街ができるようになったり、放牧できるようになったりっていう、非常に牧歌的なんだけど、ここをどうやってうまく開発していくかっていうのはですね、この場所ごとのエリアマジョリティっぽいものもあるし、特典要素もですね、それぞれ毎回ゲームごとに変わってくるっていうので、見極められなくちゃいかんと。ただしこれゲームをプレイするときには何度か申し上げます通り、独特の7つのタイルアクションね、7択アクションというところから1個を選択すればプレイできるアクションも決まれば、プレイできるカードも決まる、そして他人にもなぜかリスしてしまうっていうことがあるので、この4つを1個のタイルでガッと決まってしまうというですね、非常に面白い作品だったんですよね。で、まあ、ただね、こいつ決定もね、時々言ってますけどね、これね、アクションタイルとかね、このボードンとか若干ややこしかったりしますけども、言うてもまあ、このデザイナーいつもの癖だったりするのでね、まあ、こちらのところもですね、まあ、プレイしないでおくにはね、まあ、下記すごいいいゲームがたくさん出て埋もれがちであるということはもちろん分かっておりますが、これをプレイせずに年を越すっていうのはちょいともったいないんじゃないかなというふうに思いますね。こちら、ブーンレイクはですね、プレイズが1人から4人、プレイ時間が80分から160分、これまあ160分くらいかかるんじゃないかと思います。BG レート 7.7 ランキングは517位でございました。というわけでですね、2020年のですね、まあ、振り返り企画の第1弾ということで、今回は上期を振り返ってみまして、それぞれの月からですね、今ならチェックしてほしいゲーム6選をお届けいたしました。ザゲメチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。